り楽しみましょう。はいどうも皆さん、はじめまして。お久しぶりです。マグロさんですよ。マリサさんですよ。いやついに来ましたね。水着ジャンヌが実装されました。意外と早く実装されたな。運営もようやくジャンヌの素晴らしさに気づく。早く実装するように動いたんですよ。きっと多分っていうか絶対違うと思うがな。さてそれで今回使っていくサバは水着ジャンヌ。ルーラー時代の防御力とおとなしさをしてアーチャークラスとして舞い降りた聖女様です。アーチャーってことは弓使うんだよな。さっきから見てる限り弓を一切使ってないんだが、いやそれどころかなぜか浮き輪を投げているかが飛んでいるように見えたのは気のせいか。何言ってるんですか。浮き輪を投げているかを飛ばすってことはアーチャーじゃないですか。いやまあもう気にしないことにするわ。ていうかこの浮きはすごいな。インド神話のやべえやつの攻撃受け切るとか通販で落ちてるかな。ランスロットバーサーカーに助けられましたね。正直ランサーのカルナさんは相性最悪なので助かりました。水着ジャンヌは使っている感じ一応強いとは思います。特にクイックの攻撃はよく当たり敵を足止めできます。ただ一つ欠点があるんですよね。欠点。実はこの子近接攻撃が一切ないんですよ。はアプリ版ではめっちゃ近寄って戦ってなかった。そうなんですよ。マグロさんも最初びっくりしましたもん。近接攻撃がないため近寄られたらたとえ相手がセイバーでも倒すのは一苦労します。もし相手がランサーだった場合もリーボン書きましょう。あ、ホーブ行きます。さあ、行きますよ。聖女より大いなる海の恵みをお届けです。ホップステップグレイトオーセンでオセアンダレグレス。うん、美しいかな聖女様。綾部ジャンヌ生きてた。美しい海でイルカとクジラと戯れる宝具。人形を彷彿させるような宝具だったのに、なぜか狂気に満ちた宝具のように見えたのは気のせいか。話は戻しますが、マグロさん的に近接攻撃さえあれば最強のサバだったと思います。星5アーチャー使うならアルジュナかギルガメッシュの方が強いのが現状ですね。まあマグロさんは強い弱いではなく好きだから使い続けますがね。焼き尽くせ霧の巨人、炎の檻となりてウィッカーマン。キャスミキの宝具が決まって一気に敵を蹴散らせたな。さすがキャスミキ。村正のじっちゃんとどっちが強いんだろう。マグロさん気になります。それ6章で実際行ってめんどくさいことになったからな。6章よかったな。モルガン様アーケードの方に実装されないかな。実装されないまま FGO アーケードのサービスが終了する方が早そうだな。何それ悲しい。さて現在の戦況ですがこちらが押していますね。しかしキャスミキがもうすぐやられそうなのでヤバいです。あやられた。木のアルウマセイバーを倒したいところですが、ライダーのネイドウルタが邪魔ですね。さすがに敵さんも誰を相手にするべきか分かっているようで、セイバーはエリザベートの方に向かったな。さて多分メイドさんを倒すのは結構時間かかりますし、コーズも溜まっているんで私も無効性したいところ。なんとかして巻きましょう。クイックが初手に来てるんだし、なんとかなりそうだな。なんとかなりました。さてあとはこのまま向こうに行ってホーズドーンで終わらせたいが、お、敵さんどうやら追いかけるの諦めたっぽいな。チャンス。敵2体は味方が足止め中でこちらに気づいても動けないだろう。これで終わりだ。さあ、行きますよ。聖女より大いなる海の恵みをお届けです。ステップグレイトオーセンでオセアンダレグレス。ふぅ、たちの悪い方ばかりでしたね。というわけで無事勝利。水着ジャンヌは本当に可愛くて素敵で美しいんで、皆様もぜひゲットしてみてください。普通強いんでゲットしてくださいだろ。いや人にもよりますが、正直アルジュナの方がマグロさんは強いと思います。さてそれじゃあ本日はここまで。水着ジャンヌの素晴らしさが分かった皆様は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。また見てね。マスターどうしました。夏を感じに来ましたか。あ、冬はダメですよ。冬は聖杯ですか。では海を召喚しましょう。いついかなる時でもオーシャンを呼び寄せ、世界を海水で満たすのです。楽しいですねマスター。夏が終わってもどうか私のそばにいてください。そうすればいつでも私の気分は夏模様です。はい、ルーラーの時と同じです。ただし夏の時期は私が引っ張ってあげますから文句言わないでくださいね。